食毛事例ガイドブックを LINE 登録してくれた方に無料プレゼント。詳しくは概要欄から。おいい自然だ。やるなら早めにやった方がいいかなと思いますね。すごいしっかり生えてますね。しっかり生えてます。何ヶ月ぐらい経過しましたかこれ。もう8あれもうちょい経って10ヶ月ぐらい。10ヶ月ぐらいです。うんうん、うーん、後ろめくってもらっていいですか髪が。うん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 、なるほどなるほど。おいいっすね。おいい仕上がりいいぞいい自然だ。うーん、汗がちょっと汗拭いた方がいい気が。いえいえ、もうめっちゃいい感じですね。ありがとうございます。何ヶ月後ぐらいから生え始めたとかあります？3月、4月ぐらいからは、だいぶ自然になってきた。あ、そうですか。感じですね。半年、ちょうど半年ですね。半年ぐらいですか。その生え始めてからテンションとかどうですか？あ、もう違う。僕がやったのこの前ら辺、で、結構それがコンプレックスだったんで、なんかこれをこう前髪下ろすような髪型をずっとメインでやってきたんですね。でもなんかたまにはこう上げたいなみたいな感じでイメチェンしようとすると、ちょっとこうおでこ広くなっちゃったみたいに見られるから、できる髪型が限られてたんですけど。それがこう当たり前のようにいろんな髪型ができるようになったんで、それが一番いいっす。最近はどの髪型が相性がいいですか？最近このちょっとデコ出しというか、今日はちょっとまだそんな上げてないんですけど、デコ出しで全然違和感なくいけるんで、やっぱり印象が明るく見えるんで。いやマジ仕上がりいいなちなみに植毛してから11ヶ月とか12ヶ月ぐらいでまた生えてくる人もいるんで、まだまだ生えてきますよ。まだ10ヶ月しか経ってなくて、来月はもうちょっと生えてると思いますし、再来月はもうちょっと生えてきますね。いや、あまり実は周りの人には言ってないんですけど。あ、そうだったんですか。本当に限られた人しか言ってないんですけど、まあ特に気づかれることもなく。限られてる人に行った時の反応はどんな感じでした？めっちゃビビってましたね。みたいな。やっぱあんまりこうまだそんなに浸透してないじゃないですか。その植毛ってこと自体が。なるほど。植毛したってことでびっくりだし、海外でやったことも言いました、ね。あ、そうですね。海外の人が言ったらみたいな。植毛で一番辛かった時期とかどの時期ですか？まあ、最初ちょっと痛かったっていうのと、最初の1、2週間ぐらい。それからしばらく赤い時期があるので、赤い時期はちょっと目立っちゃうとして、それは少し、まあ、辛いというかちょっと気にしてたっていう感じですね。赤い時期誰かに指摘されたりとかありましたか？いやー特にないですね。まああんまりこう職業的にリモートワークが多いので。ああなるほどなるほど。そんなにこう人と会う機会そんなに多くはなかったんですけど、やっぱ外出るときは気にしちゃう。なるほど。赤みが引いてきたのは何ヶ月ぐらいですかね？4ヶ月。結構長引きましたね。ぐらいですね。結構割と長かった気がしますね。道がある成果ですね。本当やってよかったなと思いました。やってすぐとかじゃないです。やってどうしても時間がかかるんで、その半年から1年とか。やるなら早めにやった方がいいかなと思いますね。人生の早いタイミングで。あ、そうです。もう今使えますね。ありがとうございます。3再生ぐらい連続で。人生の早いうちにやった方が残りの人生楽しめますからね。60歳で植毛するよりも20歳で植毛した方が絶対いいですよね。やっぱ途中は心配になりますよね。3ヶ月4ヶ月ぐらいで、結構抜けてきてまだ生えてこない、まだ生えてこないなみたいな。結構植毛系の YouTube とか見ちゃったりしますね。一回植毛した人がまたするってあるんですかね？ありますあります。特に日本で植毛したけど、
まだまだ職務をする範囲が埋まりきってないから海外でやるっていう人も結構多いです、ね、あなるほど。まあ、日本の職務高いんで、はい、一発で全部埋め切ることもなかなか難しいです、うん、要は海外の方が圧倒的に稼げますよ、はいはい、やっぱり日本の職務高いんで、やっぱりどうなんですか、逆にその海外でやるとこう一気にガッてやっちゃうから、うん、後々のストックもなくなっちゃうんじゃないかっていう。あ、でもストックは普通の一般人だと大体6000株から8000株ぐらいまで、はい、FUE の方法でやっても平気なストック量なんですよ。あ、そうなんですか。なので、例えば3000株ぐらいやったとしても、まだ半分以上ストックがある感じですね、うん、なんか例えばサザエさんの波平さんとか、あのぐらい薄毛の人はもうストックがほぼほぼ残ってないんですけど、1本だけですかね。あ、こっちなんだ。あ、後ろの TK さんぐらいの頭だとストックまだまだいっぱいあるので大丈夫ですね。多分今別に植毛する必要ないと思うんですけど、仮に2回目の植毛を全く同じ量で植毛するってなったとしても、あのストックは十分です。まだ世の中でやってる人はいないかもしれないんですけど、自分の毛じゃなくて他人の毛を使って植毛もできます。あ、なるほど。なので髪の毛が余りすぎて困ってる人と髪の毛いない人のマッチングサイトみたいなものだったらいいかもしれないです。確かに黒からちょっと僕のドナー一株いくらで売りますみたいな。新しい自分の毛をこう、うん、細胞を保管しといてみたいな。はいはいはい、はい、はい、それを育ててみたい。それも狙っていきたいですね。日本でやってるのは今ないんですか。ないですね。毛髪再生医療の分野ですね、それは、はい、毛根の凍結保存しておいて、毛根の中の髪の毛作る細胞を保存しておいて、それを解凍して体の外で培養して増やして、はい、で頭に打ち込むと髪の毛がゼロイチで生えてくる技術があって、うん、まだ日本で臨床試験降りてないんですけど、はい、おそらく中国かアメリカで先に臨床試験が降りて世の中に広まってくるかなと思います、ね。その技術が広まると完全に植毛の上位互換になりますね、はい、例えば20歳の時の自分の髪の毛凍結保存しておいて、自分がハゲてきたらそれを解凍して、うん、また頭に植えると、例えば40歳だったとしても20歳の時の髪の毛が生えてくるみたいな、はい、これは革命ですね、うん、はい、その仕事をいち早くやりたいなと思ってます、ね、うん、多分上場とかしてるとそういうビジネスに参入したいってなった時にすぐ着手できますね。そうですね。僕は結構やっぱ職毛でだいぶ変わったんで、いい感じに、いい感じに来月はもうちょっと入ると思う。もうちょっと入りますかね。さらに髪型が自由度効くと思いますね。自由度効いて、いや、よかったよかった、いい感じに生えてきて、まずそうなんで僕もよかったです。ありがとうございます。じゃあまた9月もまた楽しい旅をよろしくお願いします。はい、わかりました。ありがとうございます。よし、では帰りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。薄毛はね、1年で治る便利な世の中になってるんでね、いろんな情報を集めながらサクッと薄毛を克服してくれれば嬉しいと思います。僕は海外植毛のサポート結構日常的にやってて、概要欄見ていただければわかるんですけど、海外の植毛にみんなで楽しく遠足みたいに行くっていう企画だったり、あなた専用のプランをセッティングするみたいなことも日常的にやっているんで、海外植毛は実際どんなもんや、ちょっと気になるなっていう方は気軽に LINE 相談いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。